ちも長く持てるわ。ボールレコードナイスシャベル。それでなんでここに集められてるんですか私たち。昨日俺らが勝った後に言っただろう。要求に。そこのエルフ、フィール、あんたの記憶を改ざんする権利をいただく。な、私たちにスパイをやれって言うんでしょ。スパイ。俺らがユマニティの駒をかけたのはエルヴンガルドの内通者であるクラミーが接触してくると踏んでいたからだ。そして俺らはゲームに勝った。そのゲームの中で記憶を私に託せば名役を使わず私を味方にできると踏んだわけでしょ。ただこっちも乗ってあげるとは言ったけど、あんたの記憶を探っても東部連合に勝てるとは思えないんだけど、その辺は大丈夫なの？大丈夫だって。とにかくお前たちに集まってもらったのは他でもない。今俺らがやるべきはただ一つ、共闘のために必要不可欠なこと。それはつまり自己紹介だ。年の18歳、身長は158センチ、スリーサイズは上から。卑怯よそれ。あとブラーパッドが入ってて実際は。わかったわ、わかった、やめて、ちゃんとやるから。でもその前にフィーを紹介しなきゃ説明できないわね。はい、フィール・ニルバレンなのですよ。そこの悪魔以外は気楽にフィーって呼んでほしいのですよ。はて、ずいぶん嫌われたものですね。なぜでしょう、不思議でございます。だってどこかのフリューゲルの某お方が大戦時私たちに撃った電撃で何人が犠牲になったかと思うと。被告ジブリール、弁護。弁護と言われましても、身の程をわきまえ上空に飛行妨害魔法を張らなければ眼中にとどめることすらなかったのに、自業自得でございます。あれで落下してタンコブができたのですよ。うっかり皆殺しにして私に何の落ち度がございましょう。ジャッジ、判決ジブリール、ギルティ。なぜ。フィー、共闘するにあたってわだかまりはなくしたい。どうすりゃジブリールを許してくれる。それはとっても難しいのですよ。フィー、ん？空の計画に彼女の力は必要よ。私からもお願い。はあ、じゃあ足を舐めて許してください。フィール様って言えば許すのですよ。おやおや、天の彼方まで突き上がりましたね。耳が長いだけの森の雑種さんが。ジブリール、
救済罰。まさか本当にこんな動物の足を舐めろと。罰。納得いかないですが、マスターたちのご命令とあらば。どうぞお許しください、フィール様。はい、許したのですよ。こんなんでいいのか。このような下等動物の足を舐めて謝罪など恥辱の極みのはずなのですが、どうしてでございましょう。マスターたちに命令されてやってることだと思うと不思議と。ゾクゾクくるものが。フリューゲルにここまでやらせる空白って。わだかまりというなら私にもありますわよ。この人、魔法を使ったイカ様で私を任した人じゃないですのよ。騙されるお前が悪い。なんだ、ただの冷酷無慈悲か。フィーは幼馴染、正確には私の主人だけどね。エルヴンガルドは民主国家ですが、異界序列で自分たち以下の種族を盟約で縛ることを推奨しておりまして、端的に申せば奴隷制度を採用しているのです。じゃあクラミは。ええ、曽祖父の代からニルバレン家の奴隷、生まれも育ちもエルヴンガルド。ニルバレン家はエルヴンガルドでも名のある家で、代々上院議員を務めてきている。それなのに奴隷の私をフィーだけは。一緒に食べましょう。フィー、もう私に優しくしないで。私みたいな奴隷なんかを友達扱いしてたら。友人として扱ってくれた。当然表向きにはそんな素振り見せられないけどね。私はそれがすごく気に入らないのですよ。で、昨年先代当主が奇跡に入ってからはフィーが事実上の家長だから、私たちの関係は世間からしたらさらに複雑なわけ。じゃあフィールさん、今は上院議員代行。上院議員が奴隷解放運動を企てるって国家反逆じゃないですの。さすがに驚きますわよね。ああ、ステフ、今の話ついてこれたのか。驚くとこそこですの。フィールさんはいいんですの。私たちに協力するのはエルヴンガルドの破滅につながるかもしれないんですのよ。私はクラミーが傷つけられなければ何でもいいのですよ。家とか正直どうでもいいですし、いっそ国ごとなくなれば話が早いのにと思ったこともあるのですよ。さらりとえげつないですわね。クラミーは目を離すとすぐこっそり泣いてるからそばにいたいのですよ。泣いてないわ、泣いたことすらないわ。いや、国王選定戦で負けた時に子供みたいに泣きじゃくって。違う、あれは違うの。やっぱりそうなのですね。だから泣いてないっつってんでしょ。赤ん坊の頃から知ってるからっていつまでも子供扱いしないでくれる。クラミーは気負いすぎなのですよ。親友っていうより母親だな。とにかくこれから私たちが相手にしなきゃいけないのは東部連合の連中なのよ。巫女と呼ばれる統治者の登場により、わずか半世紀で世界第3位の大国になった連中の脅威は未知数。事実を知る者はいないわ。さらにワービーストは結界という能力も兼ね備えている。何か対策でも考えてるわけ？考えてるさ。共闘する俺らに必要なのはチームワーク、絆だ。互いの信仰を深めなきゃなんねえ。その信仰を深めるためにお風呂なら一緒に入らないわよ。なぜわかったし。あ、自分の記憶を全部渡したの忘れてるのかしら、この人。ま、残念でした。クラミ、共闘する相手との信仰は大事なのですよ。その通りだ。俺らが元いた世界、日本の信仰を深めるための伝統儀式、それが裸の付き合いだ。クラミーたちには迷惑でなく信頼関係だけで動いてもらうんだ。ここは伝統文化に頼るしかないのだ。あんたが今頼ってるのは果てしなき煩悩と下心でしょ。ジブリール君、説明して差し上げたまえ。裸の付き合いとは、古くは戦乱時代、武器を仕込めず、つまり
古代ローマ人と現代の日本人が共通の銭湯という文化を用いていたからこそ作品は大ヒットし、時の話題をさらったのである。どうだ、わかったか、クラミ。もう何の話だかわかんない。仕方ないですね。私が代わりにお断りするのですよ。クラミーはこう言いたいんですよ。お風呂が嫌なのはプロポーションに自信がないから。違うわ。大丈夫なのですよ、クラミー。女の価値は胸じゃないのですよ。わかったわよ。入るわよ。入ればいいんでしょ。しゃあ。このシャンプーもう少し扱いやすくならないんですの。クラミ、そんなスタイル良かったんですの？気痩せするタイプなのよ。マスター、あれは想定してございましたか？当然だ。フィー、あ、いや、フィール様、クラミーのおっぱい偽装してる魔法、あれは幻惑、それとも変質させてる？クラミーバレてるし、やっぱり裸の付き合いで偽装は失礼だと思うのですよ。それでどのような魔法がご所望ですか？話が早くていい。俺を女性化できないですかね。そうすりゃ俺は背後に広がる楽園を見ることができるのです。できるのですよ。マジですか？ただし元にも戻せませんが、いいですか？却下。本に楽しい連中や。アテラに真っ向から勝負挑んでくるイマニティがまだいてるとは、楽しいとしか言えんわ。ないの？おっしゃる通りで。ただな、楽しいは連中だけで、あんたがやることはたった一つや。分かっとるな、伊豆な。ちょっと、結局今日一日ろくな話し合いもせず、どこに消えたのよ。ソウル、これが東部連合を破る戦略？ずいぶん悠長ね。正直こっから白の領分でな、俺にはさっぱり。あくまでお手伝いだ。なんでさっきのお風呂動画の確認をだな。私にステファニー・ドーラのような反応を期待してるなら無駄よ。顔を真っ赤にして胸を隠して言われても、ね、本当に勝てるのかって聞きに来たんだろう。ええ、そうよ。あなたの記憶を見る限り、今までの勝利だってギリギリでやっと勝ってきたものばかりじゃない。それにさっきも言ったけど、今回の相手は東部連合。一歩でも間違えれば谷底よ。これじゃ勝てる気がしないわ。だから一歩も間違えないしかないだろ。たった一つのミスもしないって言い切れるの、あなた？そりゃ無理だわ。俺一人じゃ絶対しくじるけど、空白なら話は別だ。俺が踏み外しても白がいる。それが空白の必勝法だ。クラミーは私とは仲良くしたくないのですか？そうじゃないけど、でももし私たちのことが知れてフィーが大変なことになったら。私とクラミーなら話は別なのですよ。私が踏み外してもクラミーがいるのですよ。むしろ大事な人を失うような愚かな行動に私が走らないよう、いつもそばで見張っていてほしいのですよ。今のセリフって私の記憶かしら？さあな。とにかくわかったわ。私には空一人の記憶しかないから勝てるように思えないってわけね。あなたは翼見つけたのね。お、なあシロ、人は変われるって言うけど本当にそうかな？恥ずかしいけど嫌いじゃないわよ、その考え。胸を張っていいんじゃない？うっせえよ。できた妹を持つと大変ね。意地があるもんね。お、に、い、ちゃ、ん？てめえ早速帰れよ。エレキアに長居したら怪しまねえんだろ。いよいよ明日ね。あ、人類の可能性信じるわよ。当然だ、お前だって人類だろうが。
て常軌を逸してますわ。暴動が起きてるんですのよ。起きてるんじゃなく起こさせたんだ。え、どういうことですの。じゃ道も開いたみたいだし出発しますか。目的地は伊豆の団地で。おー、なんて無視ですか。お待ちしておりました。ではゲーム開始時刻までここでお待ちを。観客もちゃんと通しといてくれよ。よし、シロ、調子はどうだ。オールグリーン。ジブリールはどうだ。両運の兵器フリューゲルに調子の良し悪しはございません。命令一つでいつでも前例を捧げましょう。うぅ、今くるくるします。ところでステフ、はい、この間俺らがやったゲームでかけたものさ、俺まだ要求してないの覚えてる。え、ジブリール、この場の音をワービーストに聞こえないようにすることはできるか。はい、マスターとドラちゃんを精霊で覆い音漏れを遮断しましょう。それじゃあステフ、今からとっておきのおまじないをかけてやろう。嫌な予感しかしませんわ。皆さん、こちらにお座りください。ではこれより盟約内容の確認を始めます。ホブ連合、ルシア大陸に保有する全てをメルキア王国、種の駒、すなわちヒマニティの人権、領土、その他保有する全てを互いにかけ、東部連合指定のゲームを東部連合大陸代表者、エルキア国王2名とその従者2名の計5名、1対4で執り行う。なお、東部連合は慣例としてゲーム内容に関する一切の記憶の忘却を付随して要求。これには全プレイヤー、感染者を含めた全ヒマニティが含まれるものとする。またルール説明はゲーム開始後となります。よってルールを聞かされてからのゲーム拒否は無効勝負とし、ゲームに関する記憶忘却のみを行う。本当によろしいですかな。ああ、何も問題ない。ただし2つだけ明確にしておくぞ。俺らが棄権しても消えるのは今日のゲームの記憶のみだ。不可能ゲーふっかけて辞退させ、都合の悪い記憶だけ奪おうって期待は今のうちに捨てとけ。そして2つ目だ。ゲーム中の不正発覚は敗北とみなす10の名役の大前提。そっちが忘れてさえいなければ何も問題はない。では同意したとみなし、名役の宣言を願います。アッシェンテ、アッシェンテです。やるぞイズナタン。負けねえぞなあ、イズナさ。なんだ、です。最後にゲームを楽しいって感じたのは、いつ？準備はよろしいですかな？それじゃあシロ、手を離すなよ。ニーコさん。さあ、ゲームを始めようぜ。これは魔法の気配。クラミチェル、なぜここにいる。それに気づかないふりして、耳が魔法に反応して動いてるのですよ。フィー、どうやらゲームはこっちから干渉できることはなさそうだけど。分かってるのですよ、私たちが見てるっていう事実が重要なのですよ。これで東部連合はあからさますぎる不正はできないってことね。
見せてもらうわよ、ソラ。エルフに情報を流すつもりか。あの男、どこまで用意周到なのだ。それでも我々ワービーストがこの勝負で負けるわけがないがな。本当に大丈夫ですの？全く勝てる気がしないですわ。ステフ、さっきの質問の答えと同じだ。なぜ大衆に暴動を起こさせたのか。はい？何ですの、こんな時に。俺らならきっと勝てるなんて甘えた信頼はいらねえんだよ。俺らが八百長で負けないかどうか、血眼になって観戦してくれる連中、それが結果的に東部連合のあからさまなチート対策になる。疑惑の目以上に信頼できる監視はねえだろう。さすがマスターでございます。奴らはワービーストの特性とイカサマで、なんとかその監視をも乗り切ろうと、こちらが想定しないあの手この手を使ってくるはずだ。想定したもの、想定外のものにもいかに早く対応し戦術に組み込めるかが勝負。今更疑うものか。俺はシロを信じる。